2001年の大阪近鉄バファローズでは、2001年の大阪近鉄バファローズにおける動向をまとめる。2001年の大阪近鉄バファローズは、梨田正隆監督の2年目のシーズンである。就任2年目の梨田監督は、阪神との間で大型トレードを行い、かつてのエース、湯船、敏郎や2番手保守の北川博都氏を獲得して、開幕に臨んだ。 新戦力の内湯船は年齢面もあって中継での起用がある時になったが北側は補修以外にも代打で出場機会を増やした。人用一心で臨んだチームは4月を16勝11敗1分と高スタートを切るも5月には投手陣の不調で首位から転落。6月に14勝8敗と勝ち越して首位戦線に踏みとどまるが前年に連覇の大栄、西部、 オリックスとの混戦状態が続いた。8月に入ると、オリックスが脱落し、3強の争いが続いたが9月に大きく勝ち越した、近鉄が抜け出し、9月26日の対、オリックス戦では2対5と、リードされた9回裏に、代打でこの年阪神から移籍の北側が、優勝決定逆転サヨナラ満塁本塁打を放ち、パシフィックリーグ史上初となる前年再開からの、 リーグ優勝を達成。この時実況した ABC の楠木のき厚し穴は大歓声の中で北側にしっかりと踏め、しっかりと踏めよ、ちゃんと踏めよ、と叫ぶなど放送席も熱狂の渦に包まれた。この年、大英の王貞春監督が巨人時代に記録した55本類打に並んだタフィローズや不動の4番、 中村のりひろなどいて前打線の活躍でヤクルトとの日本シリーズは球団初の日本一が期待されたが打線がヤクルト投手陣に封じられ1勝4敗で敗退した。ありがとうございます。